マウンテンリードバックは、哺乳工具ク目牛かリードバック属に分類される、グーテイルイ。ウガンダ東部、エチオピア南部、カメルーン、ケニア、タンザニア北部、ナイジェリア、ボツワナ、南アフリカ共和国先部、モザンビーク、レソと体長110から125センチメートル。オナが17から26センチメートル。肩高60から80センチメートル。 体重20から3 0ラム。リードバック属最小種。背面の毛衣は肺褐色で、頭部や頸部は赤褐色味を帯びる。喉、胴体や獅子腹面の毛衣は白い。粉炭にある体毛で覆われない板状の皮膚は盛り上がらず、ピアナより前方に突出しない。公式部内側に左右に2つずつ終戦がある。オスにのみ先端が、 前方外側へ向かう短い角がある。角長13から23センチメートル。角の表面には5から8個の節がある。リードバック属内でも原始的な種と考えられ、産地に隔離分布しているのももともとは広域に分布していたが新しく出現した別種などが定地で優先種になったためと考えられている。標高5000メートル以下の斜面にある岩の多い草原。 ヤブちなどに生息する。オス一頭と複数のメスや幼獣からなる12から35頭の群れを形成し生活する。植生は植物食で草、木の枝、葉などを食べる。ありがとうございます。